今日もお美しいですな。ブロムさん、それは私の槍、なぜここに？あやつが王大王にもらったとか言っておったの。姫は王の娘さんじゃったな。姉様が最後に託した槍を人にあげてしまうなんて。私、長く眠っていたようね。ご気分はいかがですか？もう少し経ったらお茶にいたしましょう。あなたまでついてきてくれて幾分か気持ちが落ち着きます。嫌だと言われてもおそばでお世話させていただきますよ。ミリス、ありがとう。お姫様、プーカの商いでございます。何か必要なものはありませんか？ですか？せっかくこんなところまでおいでになったのなら、記念にお土産なんていかがです？よそではなかなか見られない珍しい品もございますよ。いらっしゃいませ。ご注文はどうなさいますか？ご注文はどうなさいますか？
ました。ありがとうございました。ここにいたのか、グエンドリン。黒い剣士、オズワルド。私を手に入れたのは、敵の先兵だった男。運命の神は、私に苦難を課せられた。俺は、もうすぐ立たなければならない。その前に、君にこれを渡しておきたかったんだ。さあ、手を出して。この指輪は？他に気の利いた贈り物を持っていなくて、ワーグナーという名の竜から手に入れた美しい指輪だ。ティトレルの指輪？受け取ってくれるかい？どうして私にこんな貴重なものを？どうしてだろうな。そうだ、きっと笑顔が見たいんだ、君の喜ぶ顔が。私は戦士、喜びを得るのは戦いに勝利した時だけです。動揺しているわ。彼に惹かれているの？いいえ、あの男は敵です。彼に殺された仲間の兵たちを思えば、いくら優しくされても許せはしない。この気持ちは父の魔法のせい。恋や愛ではない、あるはずがない。いずれ隙を見て仇を討ちます。お父様もそれを望むはず。あなたを捨てた王と祖国に忠誠を尽くす意味はないわ。私はただ父の喜ぶことをしたいだけ。それはさっきの彼のセリフね。あなたが父を慕うように彼はあなたを思っている。それが何だというの？今の私は支配される囚人に過ぎないわ。オズワルド、やはり行くのか？ああ、約束だからな。グエンドリン、待っていてくれるかい？私はもうあなたのもの。待てとご命令ならそのようにいたしましょう。君は物なんかじゃない。そんな扱いは誰にもさせない。絶対に。行ってくる。すぐに戻るさ。この指輪は間違いなくティトレルの指輪。これで結晶炉を動かすことができる。お父様にお届けしなければ。グエンドリー様、急いで王に取り次ぎを。何をする？追放の身だとしてもこの仕打ちは許さんぞ。あなたのお命を奪うようにとの王命が出ているのです。
私はこのお金さえ払って、おっとっと、わた、お金さえ、わた、お金さえ、お呼びとあらば即参上。今回はお客様がいてくれて安心しました。おお、新しいレシピ。さあ、ご注文。お任せあれ。
にご注文。ありがとうございます。おっと、お金さえ。いらっしゃい。今回、さあ。はい、お任せ。以上でよ。またのご用。
Thank you.
雲行きが怪しんで、あんたはまだ。よろしいですか？ありがとうございます。あんたは雲ゆあんたは店はなく、そ、そう。かしこまりました。以上でよろしいですか？かしこまりました。
他にご注文は。ありがとうございます。あんたは。
わしを見忘れたか。お前はブリガン。冥界の女王はわしを高く評価されてな。魔石をたびたび盗みに来る王大院王への懲罰を任されたのだ。見よ、もはや哀れな王は我が同家。ついにこの国はわしの手の上よ。この国の混乱はお前が命じたものか。汚らわしい王から離れよ。その羽をむしり取り、屈辱と共になぶり殺してやる。お前の魂はわしのおもちゃになるんだ。
様、元に戻られたのですね。グエンドリン、よくぞ帰ってきた。大事な用があり、あえて金を破りました。これをお持ちください。キトレルの指輪です。でかしたぞグエンドリン。あの男、オズワルドを導いたことはやはり正解であったか。導いた？どういうことですか、お父様。あの男と取引をしたのだ。竜を殺せばお前を与えると。あの男は見事にお前を勝ち得た。そして指輪は世のもとへ。この度の働きでお前の罪は許されよう。戻ってくるのだ娘よ。名誉は回復された。黒い剣士オズワルド、あの人はドラゴンと戦ってまで私を。いいえ、私の戻るべきところはもうここではありません。グエンドリン、おいとまを、王が天と共に剣傷であられますように。